ボンステーション、2024年3月11日ですね。時間はね、先ほど2時46分を迎えて、まあ黙祷を終えて今、仕事場に向かおうかなというところです。日野地くんはじめね、被害に遭われた、皆さんのご冥福を改めてお祈りしたいと思います。まああとはそうだな、これはあまり人に話したことはないのだが、まあ時は全く違うのだけれども、私の教え子がやはりちょうどひろしくんが住んでるあたり、あの辺は海なんですけれども、まあそこの、まあ本当は遊泳禁止のね、海岸なんですが、そこで、一人、実は亡くなってるんですね。もっと前の話にはなるんですが、まあひろしくんはじめ、若い人たちが命を落とすということ、なんと悔しいことだろうなと改めてこの時期と、あとは夏なんだけどさ、その時期は二人のことを思い出さずにはいられません。まあまあ、また来年ね、会いに行きたいと思います。ということで、みんなもね、いつまでも変わらぬ支援を、そして、まあ、そういった気持ちをね、届けてくれてありがとうございますと、私からも言いたいと思います。今日は以上です。ボンステーション。